はようございます。どうも、レゴドです。本日は沖縄那覇へやってきています。昨日ちょっと前乗りできていて、ここへ泊まっていました。今日と明日の2日間沖縄にいる予定ですので、本日はレンタカーを借りて沖縄全体を回ろうと思います。その前に今からモーニングを食べに行きましょう。沖縄は街全体の雰囲気がいいですよね。本日のモーニングは甘味処をまん丸でいただこうと思います。モーニングうまかったっすね。ちょうどいい量で500円なんで安い。てか那覇市役所おしゃれすぎないですか。商業施設並みな大きさですし、てかめっちゃ綺麗なんだけど。レンタカーを借りてきたので今からは玉成堂へ向かいます。沖縄ワールド到着しました。暑いね。来る時もシーサーがそこら中にいましたよ。入り口の目の前には6匹のシーサーが飾られています。うち2体は陶器でできたもので、中国と沖縄の文化の交流の象徴として譲渡されたものらしいです。これですよ、僕が見に来たかったのは。すぐ近くにあるんでね、入り口入ったらもう目の前ですね。お客様、当選の初めてですか？こちらが入り口ですね。すごい涼しいですね。声も響くんで、あんまり喋るとお客のお客様の迷惑になってしまうかもしれない。ちょっとやっぱ湿気で床が滑りますね。一度河口湖でもこういった洞窟に行ったことがあるんですけど、こちらの方がやはりより神秘的というか、こんな大きいものはなかったですね。こちらの東洋一堂は2メートルを超える背の高い鍾乳洞が多く存在しています。天井高20メートル、幅20メートル、奥行き80メートルの広さを誇ります。運が良ければ手長いなどの生物を見ることができるんですけど、ちょっと現段階では分かんないですね。この地面にも鍾乳洞がちょっとずつできてきています。ここにね、こうやって垂れて折り重なってなんかボコボコしているところは結構ありますね。この辺すごいね。こんなところに天井中の看板がありました。確かにこれは180センチあれば当たりますね。鍾乳洞の中に鹿の化石が埋まっていましたと言われても、正直どれが鹿なのかさっぱり分かりません。琉球鹿という鹿だったみたいですね。3万年前までは存在していたみたいなんですけど、完全に絶滅してしまって今は一匹も存在しません。近くに滝が流れている音がしますね。この辺は水生生物が多く存在しているかも。うわ、すごい。見てください、ここ。ちょっと暗すぎるな。あまりに暗すぎるので iPhone の明かりを使用していません。ここら辺一帯にいる感じです。奥に滝があって、そこのが流れてきているんですね。上からのこの鍾乳洞が液がポタポタ垂れて、ちょくちょく溜まってきているのだと思います。すごいですね。こんなのが街っぺいっぱいありますからね。正直これがライトはないと。本当に映らないんだね。こちらに滝がありました。そこから流れてきているんですね。うわ、綺麗だな。さすがに広いですね。かなり歩いているんですけど、なかなか終わりが見えてきません。すごく綺麗な青の泉のエリアやってきました。この辺は写真映えそうですね。こちらの鍾乳石はリムストーンと呼ばれていて、日本最大の大きさの鍾乳石になります。さらに進んでくると、こちらの鍾乳洞に住んでいる生き物の展示がされていました。オオウナギだったり、オオクチユゴイ、これちょっと初めて聞きましたね。あとテナガエビ、モクズガニなどが存在しています。出口が見えてきました。いや、長かった。出口には洞窟の水を飲むことができる飲料水が設置されています。別に美味しくはないかな。パイナップルもありますよ。え、てかこんな感じでなってんだ。パイナップル初めて見たわ、なってるとこ。マジでいろんな植物がなってるんで
驚きですね。さすが沖縄って感じだわ。こちらはパラミツっていう果物みたいです。見た目ドイなんですけどすごいなってんだけど、売店ではそこの農園で採れたバナナの果物がたくさん売られています。琉球っぽい建物が多いエリアへやってきました。この辺は藍染めだったり、そういう自然が多くあるんですかね。よくなんかアニメやドラマで見る沖縄の家って感じの建物が多く建てられています。沖縄は濃いじゃなくてテラピアなんですね。すげえ、これも文化の違いですよね。博物館にはいろんなシーサーの展示がされています。これとか独特な色使いで可愛いですよね。続いてはレストラン、お土産。こちらはハブ酒貯蔵庫ですね。35ですもんね。今こちらの建物でハブ酒の試飲をいただいたんですけども、やはり漢方味が強いですよね。でハブが入っているともうゼロの桁が一つ増えますね。沖縄はこの施設だけでも美味しそうな食べ物が多すぎるんだけど、まあ、そこら中いい香りなんですよね。辛いって大丈夫？全然大丈夫です。これでも辛いけど美味しいです。ハイビスカスの紅茶うまかったから買いました。最後にハブ博物公園を見ていきましょう。ハブとその卵のホルマリン漬けがありました。ハブの卵ってこんなに大きいんですね。初めて見ましたけど、普通のなんかゆで卵とか鶏の卵くらいの大きさあります。こんな感じで見落とされているみたいですね。こちらでは実際にハブが放し飼いされている様子を見ることができます。奥にいますけど暑いのがじっとしていますね。ヒメハブだそうです。全体的に今はおとなしいんですかね。なんか暑いからみんな動かないだけ。海蛇だ、でっか。早いな動くのは。奥にはハブではないですがアナコンダの展示もされています。カメもたくさんいますね。意外と水に浸かっている個体は少ないです。アレラブラーゾーバンです。最初は違和感と思いました。でっかいんだな。すごい、見てくださいよ足。噛まれたらやばいよ。ここではコウモリの展示がされていますね。一通り楽しみましたね。沖縄今回2日間しかいないんですけど、ちょっと2日じゃ足りないですね。広すぎる。ここにもなんか植物なってるし、ちょっと面白すぎる。次はこの近くにあるホームスク城へ移動していこうと思います。本当ここは10分ぐらいですね。ハブスク城へやってきました。結構ね歩くみたいですね。何もなさそうだけどな。城跡なんでね、観光客はここは全然いないですね。さっきの沖縄ワールドはもうレンタカーしかなかったんですけど。あー沖縄の海綺麗だな。すごい色いいね。うわ見たかったのが出てきました。沖縄っぽ。暑いんでなんかいつも以上に体力が取られていますね。ここの石垣、この先をさらに進むと海が見えるのかな。どうやらここまでみたいですね。一応海は見えますけど、ここが遠くだな。セミがめちゃめちゃ飛んでます。顔とかちょっとビビるわ。ここの石垣が一番の見どころですね。結構距離あるのかと思ったら意外と石垣までそんな遠くなかったんで、ここはすぐ行けそうですね。ただ結構やっぱ昔の階段とかなんで、ちょっと段差が急なところがあるんで、そこがちょっとネックでありますけど、見る時間、滞在時間10分ぐらいで良さそうです。次はチュラ海に向かっていきましょう。ここから2時間半くらいの運転です。チュラ海の途中にある紫芋タルトを買いに来ました。タルトも4種類あるんですね。
れは楽しみです。日本の観光なんだろう。スープで。スープで。チーズ。国際通りも買えるから、なんか新発売のさ、このハイビスカスね。トーマ元祖のやつを買いました。ちょっと疲れてたんでね。あと1時間ぐらいで、チラミまで。半分以上は来ましたね。これ普通うまいよね、てか、食べた。久々に食うけど。うん。うま。あんまりハイビスカスの味は、風味あるんですよ。美ら海水族館がある太陽博公園へ到着しました。何にしても暑い。久々に長時間運転したので結構疲れましたね。2時間半はさすがにちょっとだるいな。沖縄美ら海水族館、ここにミストが出ていて涼しい。空いてるかなと思って連休明けを狙ってきたんですけど全然混んでますね。海も綺麗です。なんかあの山変わった形してますね。海めちゃくちゃ綺麗だな。水族館の入り口に入るとまずヤシガニが出迎えてくれます。こいつ美味しいらしいですよ。綺麗ですね。でもこの辺の生き物は正直そこまで珍しいやつではないかな。こいつ初めて見ました。すげー、なんだこいつ、キモ。ところどころチュラミン水族館にしかいない生き物がいるんで、勇気があるんです。この赤いのとかもここにしかいないんですね。こちらがメインの一番でかい水槽です。これは絵になりますね。下にいる人たちでさえもいい感じになってますよ。ジンベエザメを見るだけで2000円ぐらい払った甲斐がありますね。マナティー館も見ていきましょう。いました。あ、もう一匹いるわ。せっかく沖縄へ来ているので海も見ていきましょう。小さいエビみたいのもいるんですよね。ちょっとこれすばしっこすぎて捕まえれませんでした。カニも捕まえました。ちょっと珍しい色っていうかすごい毒がありそうなカラーですよね。沖縄の生物は独特の色や形をしているのでこうやってよく見てみると結構面白いですよ。あとはアメリカンビーチってそこでなんか食べましょうか。それでもレンタカーの返却時刻になっておしまいですね。アメリカンビレッジ行くって言ってたんですけどちょっとレンタカーの時間がやばそうなんで明日行くことにします。レンタカー返して戻ってきました。今から国際通りでご飯食べて今日はもう寝ましょう。ってことで国際通りやってきました。にぎやかですね。なんかどこのお店も普通にうまそうだわ。お土産屋も結構遅くまでやってるみたいですね。すぐ入れそうだしここにしますか。ソンキそばもなんか琉球チャーハンとかタコライスもありますね。まだね、ちょっとお腹が入るのでブルーシーライス食べに行こうと思います。国際通りにあるブルーシーライスは結構奥にあるみたいです。めっちゃ美味しそう。こっちがマンゴーと、こっちが塩チーズコです。ブルーシールの T シャツ可愛すぎたので買いました。明日か明後日に行きよっかな。国際通りはめちゃくちゃ楽しい。すごい賑やかな東京でいう歌舞伎町のような感じで見えるんです。ということで今回沖縄編の動画はここで終わろうと思います。また明日の動画でお会いしましょう。